このティッシュが触れる感覚っていうのを指先に覚え込ませてるんです。この作業の訓練の場合は絵を描くことが目的ではなくて、もちろん絵を描くことはあれなんですが、筆がこう触れる触れないっていうこのその感覚を指先に記憶させている